FK デュクラプラハは、チェコ共和国の首都プラハを本拠地とするサッカークラブである。クラブは1947年に、チェコ軍により ATK として創設された。1956年に、第二次世界大戦の間に、ナチスドイツの猛攻撃に耐えた、スロバキアの村を記念して、デュクラプラハと解消した。クラブは、サッカー部門の他に、陸上競技、ボート、 近代五種、ハンドボール、自転車などの部門を保有していた。その中で陸上競技部門からはロマン・セブルレラのオリンピックメダリストを輩出している。サッカー部門はこれまでにチェコスロバキアリーグ優勝11回、チェコスロバキアカップ優勝9回を経験している。国際舞台においても1966から67シーズンの UEFA チャンピオンズカップ。 1986から87シーズンの UEFA カップィーナーズカップで準決勝進出の実績がある。また、1960年代にアメリカ合衆国で開催されたアメリカンチャレンジカップでは1961年から1964年に4連覇を達成し、世界で最も優秀なクラブの一つと評価された。 特に1950年代から1960年代にかけては、ヨゼフ・マソプストラを擁して1961年から1964年にリーグ4連覇を達成するなど黄金時代にあった。その後も数多くのサッカーチェコスロバキア代表を輩出していた。1989年のビロード革命による政治体制の変化はクラブに大きな環境の変化をもたらした。 同じ都市を本拠地とするスパルタプラハが大口のスポンサーを獲得し強化を図ったのに対し、デュクラプラハは共産主義政権時代のチェコ軍との密接な関係もあって企業から支援を受けることは困難であった。成績は低迷し、1993から94シーズンにリーグ再開となり2部リーグへ降格した。1996年に クラブは2部リーグに所属していた FC プシーブラムと合併し、1997から98シーズンに1部リーグ復帰を果たしたが、1998年にトップチームを母体とする FC デュクラとユースチームを母体とする FK デュクラプラハに分裂した。調停の結果 FC デュクラが1部リーグでプレーする権利を獲得し、FK デュクラプラハは、カイリーグからのスタートとなった。 FC デュークラは、プラハ近郊のプシーブラムに本拠地を移し、数回の名称変更を経て2008から09シーズン 1FK プシーブラムと解消した。2010から11シーズン2部リーグで優勝し、2011から12シーズンは1部リーグに昇格している。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。